どうも、ゼロロクのひかしぼりです。本日は、新型のゼロロク製スネークラックの、組み方と製品紹介をしていきたいと思います。新型のゼロロク製スネークラックなんですが、以前までは、当店製の、まあ、僕が、ラックを作って、まあ、製作して、まあ、販売してたんですけど、まあ新たなそのゼロロク製スネークラックというものの製作を開始しまして、まあ、基本的にはまあ旧型のデザインとか構造を踏襲しながらも、まあ、さらにこうボールパイソンの繁殖にフォーカスした構造にして製作してるんですけど、まあ、それを今回からはもう工場で製作して、工場直送のものにして販売を開始しております。そしてまあ第1弾のその55シリーズっていうまあ ARS のタブに合わせた構造のラックですね、まあ、それをもう受注開始しておりまして、まあ第1便目がもうそろそろお客様のもとに到着する頃なので、本日はその組み方と製品紹介をしていきたいと思います。届いた状態での付属品なんですが、まずこういう柱ですね、その太い柱と細い柱があるんですけど、まあ、合計8本届きますと、あとはまあ天板と再下段が少し大きい棚板になっていて、あとはまあ真ん中の棚板ですね、まあ、それは今回は4段タイプと6段タイプがあるので、まあ、それぞれ棚板の数は違うんですが、柱の数は同じということですね。でその柱にこう見ていただいていただけると分かる通り、こういうふうにピンが、もう取り付けられた状態で到着します。でそれをまあ棚板側の表面にはめて、まあ、そこはネジで締め込んで固定していくというわけです。なのでまあ以前の旧型のラックよりもまあやや組みやすいというかね、その穴の位置がもう全部決まっているので、まあ、だいぶ組みやすくなっているんじゃないかなと思います。とあとはこういう短いドライバーがついているので、まあ、これを使って組んでいっていただけたらなと思います。では早速組んでいきたいと思います。では早速まあ組んでいくんですけど、まず今こちらに持っているのが再下段ですね。再下段はまあもちろんこういうふうにヒートケーブルの溝を掘ってあるんで分かりやすいと思うんですけど、一応底板というふうにまあシール貼ってます。で、まず順番としては、その底板、再下段の部分にこのサイドの柱ですね、柱をすべてまず取り付けていっていただきます。で、柱の上下は、まあ、こういうふうにシールで矢印書いてるんで、まあ上って書いてる方をまあ単純に上にしていただいたら、いいだけです。でまあ、こういうふうに再下段に柱を取り付けていくんですけど、これをまず、柱すべて8本取り付けていきます。はい、ではこんな感じで柱8本をすべて取り付け終わりました。で次にやっていただくことが、次天板ですね、天板を取り付けていただきます。はい、ではこんな感じで天板が付け終わりました。次にしていただくことは、背中側を、地面側にして、横倒しにしていただきます。まあ、この状態ではそんなに重くないので、まあ、簡単に横倒しにできると思います。で、次に、棚板ですね、棚板を順番に、天板側からつけていっていただきます。で、まあ、今から、棚板を取り付けていくんですけど、まあ、もちろんそのヒートケーブル側が、タブの下に来ないといけないので、まあ、すなわちヒートケーブルの溝を掘っている方を天板側にして取り付けていきます。まあ、こんな感じで、まあ、ご覧になって分かる通り、もう、ほぼ半回転しかさせないので、まあ、結構、素早く組んでいけるかなと思います。まあ、こんな感じで、すべての棚板を取り付けていきます。はい、こんな感じで、すべて棚板を取り付け終わりました。で、次にやっていただくことが、再下段の底面側にキャスターを取り付けていただきます。もし、キャスター必要ないという方は、まあ、この作業は必須ではないんですが、まあ、キャスターご希望の方は付属してますので、ここから取り付けていっていただきます。でまあ、こういうふうに専用のキャスターと専用のビスが付属しているんで取り付けていってもらうんですけど、まあ、ちょっとねここだけはちょっとインパクトか、まあ、電動ドライバーがないとちょっと厳しいかなと思います。でもともとこういうふうに下穴が開いてるんで、もう場所は決まってるんで、その下穴めがけてビスを打ち込んでいっていただきます。こんな感じでキャスターを6つ取り付け終わりました。次にやっていただくことがその金具の部分の目隠しというか、その目隠しのそのキャップがついてるんで、まあ、それを取り付けていっていただきます。ちょうどこの、切り欠きになっている部分を、棚板もしくはその柱に対して垂直に当てて、取り付けます。
まあ、ただこれだけなんで、まあ、すごい簡単に取り付けれるんで、まあ、あの全てのネジ穴の目隠しに取り付けていきます。はい、では目隠しの部分付け終わったので、まあ、あの全て作業が終わったので、まあ、最後あの起こしていきます。じゃあこんな感じであのひとまず組み終わったので、あとはね、まあ、構造というか製品紹介をしていきたいと思います。で、まあ、今回のラックの一番の特徴がやっぱりこの溝の掘り方というか、あのヒートケーブルのこう這う溝の掘り方、ね、形状ですね。で、まあ、こういうふうに、まあ、あの今までの、まあ、06製のスネークラックと違うところはまず溝幅が広くて深いです。で、はしご状にこういうふうに掘っているので、まあ、ヒートケーブルの量を調整しやすいというか、まあ、一直線に1本だけ通すこともできますし、往復して1往復して2本通すこともできますし、まあ、例えばその2本と1本の間がいい場合は蛇行させることもできますし、まあ、1回だけ折れるとか、まあ、そういうこともできて、まあ、ヒートケーブルの長さ、まあ、温度を調整しやすいということですね。ということと、もう一つの特徴がこのヒートケーブルを、交わせる構造になっているということですね。まあ、どういうことかというと、まあ、今一番タブを奥まで押し込んだ状態、この状態ですと、まあ、ご覧になって分かる通りこの2本のヒートケーブル その溝の上にタブが完全に来てますよね。この状態だったらもちろんそのタブの奥が暖かくなります。例えばこれをこう半分だけかぶせたりとか完全にかわしたりすることができます。完全にかわした時に前を見ていただくと分かるんですけど、こういうふうにこう少しはみ出るぐらいで、まあ要はそのラックの奥行きというか懐を深く作っているわけですね。そうすることによってこうヒートケーブルをかわすことができます。で、なおかつこの、木製のラックは、置き型なので、その棚板の面と、タブの底面の摩擦が大きいので、まあこの状態にしても逃げられることはまずないです。まあ、僕もこういう状態というかね、この、構造でもう3年4年もう4年ほど使ってるんですけど、まあ、この状態から脱走されたことは1回もないです。で、まあそのヒートケーブルをかわせるということはどういうことかというと、まあ、すなわち、スポットクーリングができるということですね。あの基本的にそのクーリングっていうのは、例えばその部屋の温度を下げたりだとか、まあ、そのラックの、ヒートケーブルを抜いたり、まあ、ヒーターのつく時間を短くしたり、サーモで低く設定したり、まあ、すなわちその部屋ごと、もしくはラック丸ごとでしかクーリングは今までできなかったと思うんですけど、既存のラックでは。なんですけど、今回の新型のゼロラック製スネークラックでは、その1匹ずつクーリングができるということです。やっぱりそのボールパイソンっていうのはその繁殖サイクル、まあ、排卵サイクルとしては普段卵胞がまあ1ミリとか2ミリとか、まあ、小さい状態なんですけど、それがまあ徐々に徐々に肥大していって、マックスまあ40ミリ前後まで行った時にまあ排卵という状態になってまあ受精をするわけなんですけど、まあ、その卵胞の肥大サイクルっていうのはまあおおよそ一緒だったとしても、やっぱり個体によってやや違ったりだとか、まあ、真冬に入らんくる個体がもちろん多いですけど、やっぱり真夏に入らんくる個体がいたりとか、そういう1匹ずつこう入らんサイクルが違う個体にも対応していけるというわけですね。まあ、割と多分この構造で作られているラックっていうのは既存のラックではないと思うので、まあ、なかなか革命的なラックなんじゃないかなと思ってます。あとはまあその棚板表面ですね、あの高圧メラミン板って言って、まあ、普通の今までの既存 そのポリランバーコア、そのポリプロピレンっていう、まあ、あのプラスチックの材質ですね、よりもよりこう防音性、耐熱性、まあ耐摩耗性とか、まあすごい傷に強かったり、まあ、丈夫で汚れが取りやすかったりという感じで、まあ、より上質な素材を使っています。あとは、まあ、あの前面の面のお話なんですけど、まあ、その面っていうのはそのこの柱の前面と、まあ、棚板の前面のこの境目の部分なんですけど、今までの一応作ってた06製の旧型の06ラックでは、まあ、基本的にその前面の面っていうのは揃えてたんですけど、まあ、今回はあえてこう棚板の部分が全部前に出てます。これは、まあ、あの一般的な家具というかね、まあ家具屋さんのその、まあ、こだわりというか、まあ、一般的に家具っていうのはその棚板が、柱の部分と面になってるってことはほとんどなくて、まあ、出てるか入ってるか、っていう感じになってます。でもどちらかというとやや出てる方が、まあ、かかりがあって、まあ、出し入れしやすいと、いうことなんですけど、あともう一つが、まあ、この棚板の断面にその小口テープっていうさ、その木目を隠すというかね、その化粧 の, そのテープを貼ってます。でその角っこが R になってるんで、その棚板とその柱の前面をもし面にしてしまうと、その R 面と R 面が合わさることによってその V 溝が目立ってしまうんで、まあ、あえて、まあ、ここを、棚板を前面に少し出してるという、まあ、これも家具屋さん の, そのこだわりというか、うん、ということで、まあ、少し出てる構造になってます。
はい、以上が、まああの全体の、まあ、構造の製品紹介になるんですけど、まあ、あとはそのラインナップとしては今ご覧になっていただいている6段のタイプ、まあ、55シリーズ2列 ×6 段とあと4段のタイプ、その4段と6段の、2つの2種類のラインナップと、させていただきます。すなわちどういうことかというと、4と6の組み合わせによって、まあ、2の倍数の、ラックを組むことができるということですね。まあ、例えば4段と4段、上下に、置いていただけたら、まあ、8段にできますし、4と6で10段、6と6で12段というふうに、まあ、2の倍数の、ラックの、組み方ができるということですね。はい、以上で、本日は、新しい新型06製スネークラックの組み方と製品紹介をしてみました。もしこの動画をご覧になって、このラックを気になる方がいましたら、まあ、あの概要欄の方にあのお問い合わせ先など貼っておきますので、まあ、ぜひお問い合わせいただけたらなと思います。こんな感じで本日は、新型06製スネークラックの組み方と製品紹介をしてみました。それでは次の動画でお会いしましょう。良いボールライフを。